ゼロからの出直しを訴えた豊田氏。その服は白のスーツにイメージカラーのピンクのタスキ。メディアで多く取り上げられたせいか、こんな光景も。駅前はさながら即席の写真撮影会。大人だけではなく子供もスマホを向けている。トヨタ氏は写真撮影では常に笑顔。時には親指を立て、時には V サインでポーズ。幼い子供を見つけるとすかさず話しかける。道行く有権者からは、厳しい声が飛ぶ中でも駅前に立ち続ける豊田氏。配っていたのは、猛省し生まれ変わる決意で懸命に再生してまいりたいと思います。活動報告のチラシ。受け取った人は、その一方で、有権者を見れば腰を直角に曲げておじ、時には直角を超え100度以上曲げることも。